高田駅に来ています。今回はここから俗日本百名城の一つ高田城を訪ねます。では地図でルートを確認しましょう。こちらが現在地の高田駅です。そして目的地が高田城です。駅から徒歩15分ほどで到着します。城跡を見た後は雁木が続く古い町並みを歩きます。では早速向かうことにしましょう。高田城址公園入り口に到着しました。高田城の絵図がありますので見ておきましょう。高田城は本丸の周囲を二の丸が囲む輪郭式の縄張りとなっています。北には北の丸、南には三の丸が置かれていました。現在地から東のエリアは堀が埋められ広場や競技場などになっています。見どころとしましては本丸に続く極楽橋、三重櫓、西堀橋などが挙げられますので順に見ていくことにしましょう。看板の奥に広がっているのが西堀です。そしてこの赤い橋が西堀橋です。高田城は1614年松平忠輝によって築城されました。徳川家康の六男であった忠輝は伊達、上杉などの大名に命じ天下武神として築城に当たらせています。1616年、忠輝が改易されると堺市、稲橋、榊原氏などが入れ替わり城主を務めました。1873年、廃城令によって城は村城となり陸軍の駐屯地となりました。三重櫓が見えてきました。向かって右側が極楽橋です。極楽橋は2002年に復元されました。極楽橋を渡ります。内堀では鯉が泳いでいます。松平忠輝は13の大名に命じて城を作らせましたがわずか4ヶ月で完成させています。大阪との決戦が迫っていたことからその対策と考えられています。なお指揮を執っていたのは舅である伊達政宗でした。また城は江戸時代に入ってからの築城にもかかわらず石垣を用いない土造りの城でした。これは適当な石材が産出されなかったためとか工事を急いだためなどと言われています。橋を渡ったところが枡形小口になっていて東に本城御門がありました。図で見るとこんな感じですね。東側には土塁の跡が見られます。石垣も築かれていますがこれはおそらく後世作られたものなんでしょうね。三重櫓に向かって歩いています。三重櫓は1993年平成5年に再建されました。中は展示室になっています。
ここからのアングルは定番の撮影スポットとなっています。土塀や様も復元されています。それでは中に入ってみましょう。3階は展望室になっています。南側には妙高山が見えています。西側から見た内堀です。ではその西側の橋を渡って二の丸広場に向かいましょう。振り返ってみた三重櫓です。西堀橋です。橋の上からも妙高山がよく見えます。西堀には多くの蓮が植えられています。明治時代初期、レンコンを売って藩の財政難を救おうとしたのが始まりです。季節になるとこんな感じで蓮の花が咲きます。上越市立歴史博物館です。こちらではスタンプと御城印をいただけます。観覧は有料ですが、1階ラウンジと屋上展望デッキは無料で利用できます。高田の街並みを歩きます。屋根のひさしが長く続いていますが、これが雁木です。冬場に積雪が多く、雪で道が塞がることを防ぐために設けられました。小さなアーケードのように雁木が続いています。ということで今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまたどこかの街でお会いしましょう。